Да, ну И нам почки отобьют, посадят в автозаке и оштрафуют. Один в поле не воин. Надо как-то остановить эту войну, вот, потому я и звоню всем по русскому номерам. У нас запрещено называть то, что вы называете, вот этим словом запрещено называть. Нам светит Северная Корея. Мы ничего хорошего вообще не ждем. ロシア国民の間で反戦ムードは広がっていくのでしょうか。鍵を握ると見られているのがロシア兵の母親たちです。国際女性デーの今月8日、в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу。プーチン大統領は戦地に派兵されるのは契約軍人だけで、徴兵された若者は戦地に送らないと訴えました。この発言は通称ロシア兵士の母の会を意識したものだと言われています。兵士の母の会っていうのは非常に、まあ、強力な、非常に強い影響力を持っている会なんですね。1994年に勃発した第一次チェチェン紛争、戦死者の多さに即時撤退を求める活動をしたのが母の会です。ロシア国内の反戦ムードを高めた要因の一つとされています。ロシア国防省はウクライナ侵攻によりこれまで1351人が死亡したと発表しました。一方、 NATO 北大西洋条約機構はロシア軍の死者は7000人から1万5000人に上ると指摘し、数は大きく食い違っています。一体兵士がどのくらい亡くなったのか、この兵士の母の会が実態をこれから明らかにしていくというふうに私は思ってます。母親一人一人のやはり悲しみ、心の痛みっていうものも数字と一緒に発信されるわけですね。それも持つインパクトの強さっていうものが今後反戦運動の機運を高める一つの大きな力になっていくと思います。今日午後、愛知県幸田町で建物10軒以上が焼けたとみられる火事がありました。今のところ怪我をした人などは確認されていません。午後2時15分ごろ、愛知県幸田町で2階建ての建物の1階から火が出ているなどと複数の通報がありました。消防車など16台が出動して現在も消火活動が続けられています。
消防などによりますと、建物10軒以上が焼けたとみられ、警察などが詳しい被害の状況を確認していますが、今のところけが人の情報はないということです。現場は JR 東海道線高田駅近くの店舗などが立ち並ぶ地域で、一時煙や炎が上がるなどして付近は騒然となりました。今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は7844人でした。先週の日曜日に比べて1342人増えました。感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の7844人です。先週の日曜日は6502人だったので、そこから1342人増えました。直近7日間の平均の感染者数は6467人で、前の週と比べて 85.2% になっています。感染者を年代別に見ると、最も多いのは10歳未満の1511人で、次いで20代の1446人でした。65歳以上の高齢者は323人でした。重症者は昨日から1人増えて36人です。重症者用の病床使用率は昨日の時点で 14.2% で、全体の病床使用率は今日の時点で 26.6% になっています。また50代から90代の男女9人の死亡が確認されました。気象庁は先ほど東京の桜が満開になったと発表しました。平年より4日早く、去年より5日遅い満開の便りとなっています。今日の東京は10日ぶりに20度を超えて春本番の陽気となっています。この暖かさで桜が咲き進み、東京靖国神社にあるソメイヨシノの標本木が8割以上開花していることが確認されました。ウクライナ西部のリビウで燃料貯蔵所などのインフラ施設がロシア軍による攻撃を受けました。火災が発生し負傷者も出ています。リビウ近郊で26日、燃料貯蔵所や防衛関連施設がロシア軍の攻撃を受けました。CNN によりますと、爆発音が3回聞こえた後、警報が鳴り始めたということです。破壊された燃料タンクからは、激しい黒煙と炎が上がり、消火活動が行われました。また、攻撃による爆発は別の場所でも相次いだということです。リビウ州知事などによりますと、爆発は南部のクリミア半島から発射されたミサイルによるもので、これまでに5人が負傷し、死者は確認されていないということです。リビウ市長は会見で、侵略者たちは今日の攻撃でポーランドにいるバイデン大統領に挨拶したいのだろうと述べ、ロシア軍がバイデン大統領のポーランド訪問に合わせて西部のリビウを攻撃したとの見方を示しました。岸田総理大臣は防衛大学校の卒業式で訓示し、ロシアの軍事侵攻のような事態をとりわけ東アジアで決して許してはならないと改めて強調しました。今回のような力による一方的な現状変更をインド太平洋、とりわけ東アジアにおいて決して許してはなりません。あらゆる選択肢を排除せずに検討し、防衛力を抜本的に強化していきます。また、日米同盟や価値観を共有する国々との絆を強固にし、安全保障協力関係を促進していくことを強調しました。2021年度の卒業生は留学生を除き479人でした。このうち自衛官にならない任官拒否者は過去2番目の多さとなる72人でした。東京に住むウクライナの人たちが運営する日曜学校が開かれ、子どもたちが祖国に思いを込めて絵を描きました。絵は販売され、収益はウクライナに寄付されます。美しいうちの祖国にロシアが踏み込んで全部破壊していくことにすごい怒りを感じていて、すごい悲しいですし、許せないですし。ウクライナはもう見た目よりもすごく強い。自分の国の誇らしさはもう絶対消えない。
絵を描いているのは両親の仕事の関係などで日本に住むウクライナ人の子どもたちです。子どもたちは実家がある都市の街並みやウクライナの豊かな自然、国旗をモチーフにして平和を訴える絵などを描いています。これらの絵は今後デジタル化されデジタルアートとして販売されます。収益は大使館などを通じてウクライナに寄付されるということです。アカデミー賞で日本初の作品賞など4部門でノミネートされたドライブ・マイ・カーの濱口竜介監督と主演の西島秀俊さんが授賞式を目前に控えた今の心境を語りました。本当に、素晴らしい場所にいられるということは感じているので、ワクワクする気持ちもありますし、できるだけ、楽しんで日本により多くの、ちゃんと土産話を持ち帰りたいと思っています。とにかく全く実感がない状態なので当日になって実際こう会場に行っていろんなことをこう感じるのかなと思ってます。ドライブ・マイ・カーは日本初となる作品賞のほか監督賞、脚色賞、国際長編映画賞の4部門にノミネートされています。海洋冒険家の堀江謙一さんが世界最高齢での太平洋単独無寄港横断に向けてアメリカを出発しました。最初の航海は日本からこのサンフランシスコにやってきて今回はサンフランシスコから日本という逆のコースになりますがやはり日本からこのサンフランシスコに来るときは北寄りのコースになりますのでだいぶ寒いですよね。ですから今回はですね、できるだけ暖かいハワイ経由でですねそのゴールするときには T シャツ半パンでゴールしたいなとそんなふうに思ってます、はい。堀江謙一さんが乗ったヨットが動き出しました。60年前にたどり着いたこのサンフランシスコから今度は83歳世界最高齢での太平洋単独無寄港横断に挑みます。堀江謙一さんは23歳の時に太平洋単独無寄港の横断を達成しました。今回は2ヶ月半をかけてサンフランシスコから兵庫県西宮市への横断を目指します。こちら60年前に堀江さんが太平洋横断を果たしたマーメイド号の実物です。こうして今はサンフランシスコの海事博物館に展示されています。60年前の航海は今よりもさらに大変なものでした。堀江さんはこうした器具で食事を作り真水が足りない時には海水で米を炊いたこともあったということなんですね。そして日付を忘れないためのカレンダーは堀江さんがサンフランシスコに到着した8月12日のまま止まっています。堀江さんは1962年の太平洋単独無寄港横断のほか足漕ぎボートでのハワイ沖縄間無寄港横断など数々の冒険を成功させてきました。今回83歳での太平洋横断に成功すると世界最高齢になるということです。開幕投手に決まったメジャーリーグエンゼルスの大谷翔平選手がオープン戦第1号ホームランを放ちました。1番指名打者でホワイトソックスとのオープン戦に臨んだ大谷選手は初回の第1打席に先頭打者ホームランとなるライトスタンドへの1号ソロを放ちました。今シーズン最初のリアル二刀流での出場を予定していた大谷選手は先発登板を回避し打者として出場しました。大阪市浪速区のマンションで女性が死亡しているのが見つかり警察は殴って殺したと自首した男を逮捕しました。殺人の疑いで緊急逮捕されたのは中田正幸容疑者です。昨日午後8時半ごろ中田容疑者が警察署に人を殴って殺したと自首しました。
警察が中田容疑者の自宅に行くと、女性がリビングで血を流して倒れていて、その場で死亡が確認されました。女性の体には殴られた跡があり、警察はその場で中田容疑者を逮捕しました。死亡したのは大阪市城東区に住む22歳の女性とみられ、中田容疑者は知り合いと説明しているということです。警察は女性の身元確認を急ぐとともに、防犯カメラなどを分析し、当時の状況を調べる方針です。中国南部で起きた旅客機の墜落事故について、搭乗していた132人全員の死亡が確認されました。中国の航空当局は昨日21日に、広西チワン族自治区の山中に墜落した旅客機の乗客・乗員132人全員の死亡を確認したと発表しました。発見された遺体について、これまでに120人の身元を特定したとしています。事故原因の調査をめぐっては、フライトレコーダーの近くに設置されていた部品が見つかったほか、これまでのところテロなどで使用される火薬の成分は検出されていないということです。ウクライナ西部リビウで黒煙が上がっています。 CNN の記者によりますと、爆発音のようなものが3回聞こえて警報が鳴り始めたということです。黒煙は日本時間の26日午後11時半ごろから上がり始め、リビウ市街の北東の方角だということです。リビウ州知事は SNS で、リビウ近くで3回大きな爆発があった、空襲警報が鳴っている、落ち着いて隠れるようにと市民に呼びかけています。リビウはポーランドとの国境に近く、避難者が大勢集まる町です。現在ポーランドにはアメリカのバイデン大統領が訪問中です。これは午前8時半ごろ、鹿児島県屋久島で撮影された映像です。道路ものすごいよこれ。道路がまるで川のようになり、通行する車から激しい水しぶきが舞っています。ゴーっていうような感じの音で目が覚めて、横殴りの雨がすごかったので、1時間に120ミリを超える猛烈な雨となった鹿児島県の屋久島。今年全国で初めてとなる記録的短時間大雨情報が相次いで2回発表されました。発達した低気圧や前線の影響で、西日本を中心に春の嵐となり、各地で被害が相次いでいます。鳥取市では午前8時過ぎに最大瞬間風速 34.2メートルと、3月の観測史上1位の暴風となっています。道路一面を塞ぐように倒壊した資材置き場、その奥には電柱も横倒しとなっているのが確認できます。強風にあおられて農業用ハウスが今にも倒壊しそうなほど傾いています。まあこのような感じに倒れてしまいまして、ちょっと今まで経験したことがないですね。福岡県糸島市の国道ではトラックが横転。激しい風が吹きつける中、クレーン車で慎重に吊り上げられ、警察によりますと、この事故による怪我人はいないということです。